Good Air Docom。こんにちは。2時間に1本動画投稿、最近ちゃんとできてないんですけども、どうにかね、この時間もちょっとやっていきたいと思います。さて、現在も球磨村に向かってですね、授業があるので、車で走っている最中なんですが、本日は、お昼過ぎにですね、うちのインターネットラジオグッドエアをやっています中村塾という塾の方に、いつもコメントをいただける園田君からプレゼントが届きまして、何かって言いますと、これダイエットしよる券ということで、ガゼル菌 SP ヨーグルトをいただきました。ありがとうございます。いやー、ありがてー。これね、内臓脂肪を減らすって書いてあるんですよ。これ痩せるんじゃねえかなとありがたく思っているところですが、昨日ね、ちょっとね、張り切ってね、お好み焼きを食べ過ぎちゃったんですよ。なので、まあ、だいぶ今太ってっかなと思っているところです。まあでも、だいぶね、体調も悪くはないんだけども、ちょっとね、いろいろあって精神的ダメージがあった中、もうこれはありがたい、もう本当にありがたい。園田君、ありがとうございます。というわけで、これを飲んでいきたいと思います。いや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 、これ高いんじゃないのかな、本当いいのかな。これね、1本じゃなくて、6本か8本かね、そのぐらいいただいてしまいまして、1本だけちょっと今日は授業の前に飲もうと思って持ってまいりました。その楽、いただきます。あ、うまっ。マスカット、うまっ。これ、脂肪ゼロなの。ごちそうさまでした。いや、美味しくいただかせていただきましたまあこうやってね、なんかいろいろ持ってきてもらったりとかしてありがてえなと思ってるとこですけど、せっかくね、園田くんから以前は、センブリ茶をね、いただいたので、センブリ茶企画もね、ちょっといろいろやりたいなと今思っているところです。まあ結構やり尽くした感はありますけれども、なんか他の YouTuber とのコラボがあったりとかしたらね、ちょっとぜひ罰ゲームに飲ませようとか、そういうつもりでいろいろ計画もしているところでございます。ひげ生えたね、俺だいぶやばいね。まあ、そんなわけで、結構ね、落ち着いてきたので、2時間に1本動画の方もまあもうちょっと上げれるかなと思っているところです。きっちりね、2時間に1本守って、やっていけるようにしたいなと今思ってるので、まあそれが叶うようにですね、これからもちょっと頑張ってやっていこうかと思います。なかなかまあいないってやっぱ聞くんですけど、ただ何目も言いますが、2時間に1本だとクオリティが低いんですよかなり。なのでちょっとまあ時々気が乗った時にね、サムネも最近作れてないんですが、まあサムネで気になったのとかがある時だけでも見ていただければと思います。なお、2時間に1本がグダグダになっている理由がですね、深夜の2時と4時はもうやめようと、みんなね、寝てる時間だから通知が行くのはちょっと迷惑だろうということで、深夜の2時と4時はもうやめようということにしたら、甘えが出てしまってですね、なかなか更新できてないっていう状態なので、ちょっと甘えずにしっかりとね、更新をしていきたいなというふうに思います。ぜひまたこれからもインターネットラジオグッドエアよろしくお願いいたします。九州のネタがあれば、皆さんからのね、何なりと情報提供いただいて、今いちご狩りはどうですかっていうのが来てんですけどね、いちご狩りも行きたいんですけど、どうしてもちょっとタイミング的に今行けそうになくて、まあちょっと何社かね、電話かけたりとかして調べてみようかなと思っています。結構ね、有名ないちご狩りの場所もあるんですよ。なんですけど、ちょっとそこはね、調べたらもうなんかいっぱい来すぎて、いちごがないということだったので、まあ、ちょっと他のところもね、当たってみようかと思います。もう、もしかしたら今週の土日にいちご狩り行こうかなと思ってね、コメントいただいたのもあるかもしれないんで、ちょっと申し訳ないんですが、なるだけ急いであげようと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、この時間は以上です。その他、本当にありがとうございました。後席。さすまさまん TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。ゼウスシャレです。二人合わせてサネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、さすまさまん TV として、毎日投稿を頑張っております。
この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、薩摩ジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日まで来てます。鹿児島の、魅力や観光地などお伝えできればなと思っております。明日明日はいこれぐらいダメじゃん。いや冬の花火っていうのもいいもんですね。おおおお、やらすぎでしょ。そらあ、おおおそらもドラえもんだよ。ドラえもんドラえもん何そのキャラ何そのキャラ。 Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 Good Air .com. Your listening station is Good Air .com. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.